じゃあ次ミヤシャイマー論文の方に行きますか。はい、ミヤシャイマー行きますか。時間大丈夫ですか。米中衝突は不可避と、はい、ということですね。はい、行きましょう。はい、ミヤシャイマー論文、あ、ちょっとすみません、これでもミヤシャイマーが前から言ってたことを、はい、改めて、まあ、一応今回も確認するみたいな感じの記事ですよね。フォーリンアフェアーズの、まあ、関東の論文ですね、うん、はい、10月、今度10月11月に出る本、あ、11月12月ですね、はい、に出るミヤシャイマー論文があります。もう関東記事です、はい、米中衝突は不可避であるという、まあ、当然 の、はい、あの20年前から言ってること、まあ、20年前に、はい、楽観してた時から、ええ、みんなが、ね、言ってたから、はい、そういう意味では重みありますよね。重みあります。で、ミヤシャイマーはこれ大国政治の悲劇、私が翻訳した本、はい、あの本ですけど、出した時が原著出したのタイミングは、うん、はい、なんと911の前後です。なるほど。2001年の8月かなんかに、8月末かなんかに出てるんですよ。なるほど、ね、発売されたの、はい、で出たんですけど、途端に911じゃないですか。対テロ戦で中国ってみんな吹っ飛んだんですよ。中国じゃなくて、うん、次の敵は中国だって、中東だと、はい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 、いうことになっちゃ なっちゃって、はい、でミヤシャイマーにとってはもうふざけんなって話だったんですよ、はい、自分が出したらやばいということなんですけど、だんだんほらやっぱり対テロ戦アメリカがかまけてる間に中国はどんどん台頭してきて、はい、でミヤシャイマーが警告してた中国脅威論が、うん、まあ、にわかに2005、6年ぐらいからみんなだんだん変わってきたということです、はい、うん、それからもうようやく15年経って、はい、まさに今俺の言った通りだと、はいはいはい、それですね、うん、はい、でじゃあそれをですね、また説明してるんですけど、うん、まあ、そのここの20年間の議論を振り返るという形です、うん、彼の理論は守備一貫しております、はい、もうタイトル見ただけで、あ、こういうこと喋るのかなと思うぐらい、うん、まあ、いつも一貫してるんですよ。それは何かというと、はい、歴代のアメリカの政権は、うん、はい、リアリストのロジックに従わなかったんでことごとく失敗してきた、はい、つまり中国という敵を、うん、ライバルを育て上げてしまったんだ、はいはい、ということですね、はい、で、それに加担してた人間がいる、うん、キッシンジャーとかブレジンスキーとか、うん、はい、ジョセフ・ナイダと、はい、名前を挙げてバンバン言え、まあ、ブレジンスキー亡くなりましたけど、はい、キッシンジャー現役、ね、ジョセフ・ナイもまあ現役で、はい、日本に毎年来てますけど、キッシンジャーとか豚箱入れたっていうぐらいの罪はでかいよね。罪はでかいということですね。ということで、ただ今回いつもよりちょっと違うなと思ったのが、はい、まあ、読んでて、まあ、いつもの通りのミヤシャイマンだなと思ったんですけど、うん、今回は、すごくね、注目してる点がちょっと一箇所だけ違いました。それは何かというと、うん、中国とソ連を比較してるんですよ、うん、でその比較してる点、はい、これ僕もちょっと情報別のやつ少し入れたんですけど、はい、基本的にはこういう比較をしてる点で、うん、当時のソ連よりも今の中国の方がアメリカにとってはやばいよねという話、ね、バリバリ強いよと、はい、バリバリ強いです。どんだけやばいライバルを作ってしまったか、まあ、こういうことですね。当時のソ連、これ冷戦時代なんですけど、ソ連実はピークの時でも、うん、まあ、もちろん数字膨らませてたんですけど、はい、ピークは GDP がアメリカの 50% 以下だと、まあ、そうですね、半分にも実は行ってなかったんだっていうところがあります、はいはい、うん、ところが現在の中国、まあ、いろいろ計算してますけど、数字があるけどね、 70% ぐらい来てんじゃねえっていう、はい、なので2位の部分には相当肉薄してきてるっていうことですね。実際ね、そうでしょうね、はい。で、人口ですね、人口数、はい、これソ連は、まあ、半分ぐらいだったんじゃないかと、うん、あんまりそんなに多くなかったんですけど、ソ連全体合わせても、うん、現在の中国ほらもうすでにアメリカの、うん、アメリカ3億人いますけど、はいはい、4倍ですよ。実際ね、今日僕ちょっと飲み会に1人中国人来てたんですけど、おいおい、13億って言われてますけど、みんな中国人は15億だと思ってますよ。だから戸籍に乗ってないやつで2億ぐらいいるっていう黒子とかいうやつですよね。そう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 、ね、全然いるから、ね、じゃあ15億ですよ。15億、そうそうそう、言ってましたよ。じゃあこれ5倍じゃないですか。これそう、5倍です、はいはいはい、っていうことですね、はい、そうです。艦船の数、まあ、船の数ですね、はい、まあ、当時のソ連これめちゃめちゃ作ってて、うん、はい、船645隻とかあって、うん、なんですけど、現在の中国これ360も超えてるというんで、アメリカ超えてるでしょうね。あ、これアメリカの350をもう抜いてますね、はいはい、ということで、うん、まあ、アメリカ艦船の数はちょっとソ連の方がやっぱ全然多かったんですけどってことですね、うん、国家の力っていうか、はい、その戦う力の部分の潜在力っていう意味では、うん、実は冷戦時代のソ連って、うん、第二次大戦でほら2000万人とか死んでるじゃないですか、うん、はいはい、だから実は結構国土ボロボロの状態でずっと70年間運営してるっていうところありますよね、はい、ところが現在の中国、これ最後の戦争って1979年なんで、うん、そんなに戦争で荒れてるというわけではないということですね。だから国土はやっぱりかなり強靭だということですね。同盟関係見てみましょうということで見ると、当時のソ連、これほら東ヨーロッパ東側陣営ですね、はい、で弱小国いっぱい抱えてて、はい、
なおかつ全てのところにこう政治的に関与してたじゃないですか、はい、いろいろソ連としても大変だったんですよね。もう本当に東側の国ってしょぼかったもんね、うん、なんかところが現在の中国、うん、はい、確かに同盟国はそんなにいませんよ。アフリカとかですね、大体。でもほら同盟ではないじゃないですか。同盟じゃないですね。なので支持はしてるっていうか、ね、そういてもまあ北ぐらい、だから北だってどうなのかみたいなところですね、うん、はい、まあ、カンボジアとかあとね、あのラオスぐらい、はい、しかもそれ完全な正式な同盟じゃないんでっていうことですね、はいはい、なのでそういう意味では、こう同盟関係もかなりフレキシブルに動けるから、はい、まあ、中国の方が強いんじゃないかっていう見方しています、うん、で当時のソ連に関してイデオロギー、これは世界中にほらソ連の場合輸出してましたね、はい、はい、日本の社会主義、ね、そう、日本の社会党とか使ってですね、うん、ほら競技とか輸出してたりしてましたよ ね、まあ、ね、はい、現在の中国ってまあ思想を輸出してるってわけではないですよね。これ輸出し始めたら気持ち悪いよね。終思想を輸出します。終思想を輸出しますとか言ってました、ね、まあ、別の形で輸出ではないけどねっていうことですね、はい、で共産主義そのもの、うん、これソ連当時のソ連はやっぱり信じてるというか、うん、まあ、そのまんま一応ある程度、うん、マルクスレーニン主義という形でやってましたね、うん、今の中国って共産主義信じてるかっていうと、うん、むしろその信じてないですよね、はいはい、でこういうところがあるんで逆にだから強いんじゃないかと、うん、当時のソ連と比べるといやだいぶ実は脅威じゃないですかというところを宮下今は言っておるという、うん、はい、これはなかなかいいとこ言ってるなということですね、うん、はい、なのでこれアメリカは結局今、まあ、宮下今の結論は何かというと、うん、今のアメリカは中国とぶつからないようにする軍事衝突を起こさないようにするのがせいぜい、まあ、できて必死なんじゃない、まあ、うん、最低限のレベルなんじゃないかと、はい、中国あらゆる面で挑戦しようとする強大な国家にアメリカが変えてしまったと、うん、なのでアメリカがそれ支払わなければいけない代償が、うん、まあ、ギリギリなんとか中国と必死に戦争をしないようにする、はい、ただ確率としてはホットウォーになる確率が高いよねというふうに言い切っております。ホットウォーってっていうのは聞きたくなかったね。ホットウォーは聞きたくないんですけど避けてほしいね。可能性としてはホットウォーイコール日本じゃないですか。まあまあまあそうなんです。日本台湾っていうのは絶対に巻き込まれるわけ でこういうやっぱロジックの話をやっぱ聞いててやっぱ一言なんですね我々。やっぱりその日本政府っていうのは日本政府は、ね、やっぱ全然一言じゃないですか。僕なんかもう本当にホットウォーやるなら、うん、朝鮮半島の方がまだいいかな台湾だとまず守らなきゃいけないって思うけれども、まあ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 そうですね、朝鮮半島であれば韓国がまあ一応頑張らなきゃいけないじゃないですか。そこでもう本当のヘロヘロになってからまあ、ちょっと手伝ってやろうかって日本式オフショーバランシング、そうそうそう、もうヘロヘロになるまで俺ら出さないよ。いやでもね本当ね、はい、こういういや、うん、こういう見方ってすごくメカニズムというか、うん、そのなんていうんですかね、その現象を、うん、どっかにその感情的に入れるんじゃなくて、うん、もう本当にそういうメカニズムで動いてるってことを指摘しているじゃないですか、はい、そこに何か思い入れみたいのがないっていうのが僕は好きなんですよ、うん、はい、こういう宮下今の見方、うん、要するにこうすべきであるっていうところがあんまり実は感情的になくて、ある意味原理主義者的な、あ、まあ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 そういうことですね、当然こうなるよと、はい、いやメカニズムこうなるところがメカニズムで決まるからで俺20年前に言ってたけど結局そうなったじゃんという話じゃないですか、はい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 、まあなんかそういう意味では誰もこれはちょっとそういう意味では宮下今に勝てないというか、うん、はいはい、守備一貫してるっていう点はやっぱ強いなと思います。熱いし、この論文が正しかったっていうのはある意味ちょっとこうわ、しかも一番悪いパターンで衝突するわけじゃないですか。ホットウォーになるアメリカをがその中国を育て上げて、なおかつ、ね、うん、なんですか、その大きくしてしまったその中国にやられてしまう、一番ややこしい戦いに日本が参戦しなきゃいけない、はい、しかも直接日本に来るかもしれない、台湾に来るかもしれない、いや台湾に行ったらもう絶対やるしかないから、そうですね、やっぱ朝鮮半島ですよね、行くなら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 そっちに北がこう侵攻してくれて、まあね、まあ、ちょっと最後あちょっともうヘロヘロなったからもう竹島あげますからお願いしますっていう頼みに来たら竹島戻しますからお願いしますっていうところで初めてちょっと行くぐらいしか、はい、いやー本当ね、はい、まあでもちょっと悲観的に 見ざるを得ないですよね。でやっぱ正しかったわけですから宮下今、うん、やっぱりここはそうですね、やっぱ我々こういうふうに、うん、常日頃からちょっと安全保障関係はもう少し日本しっかりやるべきだよねと、いやもう悲観的に見る、まあ、まず多分、ね、訓練をしとか本当にしなきゃいけないです。台湾よりもやっぱ離島はやっぱやられるでしょうね、戦略が分かると、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れてベーシックが、はい、
入れてきました。変わったということ で、はい、でこれが分からないと戦略が分からないよというぐらいのもので、はい、一番早く戦略を分かることができますということですね。今回はい、映画を紹介してその映画をもとに、戦略の階層が分かるっていう、はい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね、学問の話を外入れてます、はいはいはい、そうですね、はい、でまあ、戦争学というか戦略学、はい、そうですね、で後半に、うん、あのそういうちょっと映画の話とかっていうところを入れてるのは、ね、はい、分けてますか。そうですね、あの 2.0 の時は、はい、とにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたの で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、はい、さらに分かりやすくするための映画から取ってきた対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、はい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 、こんな形で差がついたよと。映画の方は今、はい、Amazon とかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい参考になると。あの映画の方ですね、ですはい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってますので、はい、僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね、はいはい、ぜひ、はい、ご覧にいただく、まあ、この本音声聞いた後に見ていただくと、はい、うん、ものすごい理解が、まあ、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、あ、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよね。でどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略 で、このハンバーガー屋ビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当、はい、ポイントが分かると思います、ね、うん、ぜひぜひ、はいはい、そうですね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半をね、そうですね、はいはい、映画の話をしてますね。いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね。、はい、そうですね、そうですね、確かに。